この授業はこれでおしまいにします。で最後期末チェックに関してのお話ですけれども、場所と時刻は同じ8月8日です。で持ち込みは不可です。で今日配布した練習問題から数値のみ変えて出しますが、式展開がないと×にします。つまり式展開を含めて一度暗記してほしいということで満点を望んでいます。で今日もレポート提出の締め切りは8月で1日1日の木曜日ということにします。いいですね。ということで残りの時間は授業科目アンケートということで、出席簿今どこに書いてますか。はい、出席簿に書いてない人いますか。あ、じゃあ申し訳ない、書いてない人が配信するということでいいですね。じゃあお名前は、はい、じゃあ星野君に提出して帰ってください。